さあ、京都産業大学行ってみたいと思います。本日の長文は文政序問題ですね、京都産業大学ならではということでございますので、2問頑張りましょう。サミさん、こういう感じの出題でございます。サミさん、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントになるのは、皆さん、こういう代名詞ですよね。They found that、こちらもそうですね。They found…… 点点点ということです。ですから、見つけました、発見しましたよって言っておりますので、おそらくこの they、複数形でございますが、指しているものは複数名詞で人間ではないかというところですね。というふうに考えていただきますと、選択肢の D の出だしにリサーチャーズということで複数形、なおかつ研究者たちということで人間がおりますので、おそらく D の後に B とか C とかにつながっていくんではないでしょうか。となると正解は4番ですよね。ですから BC の手前に D が来ているのは4番しかないかと思います。サミさん、次の問題でございます。まず一つ目のヒントは This というふうに書いてますよね。ですから皆さん、オルタナティブということで、これを指すものがどこなのかをまず考えていただけるとよろしいかと思います。そうすると皆さん、ここにですね、オルタナティブという話がございますので、 CB の順番ではないかということが考えられます。ですから皆さん、選択肢4つありますので、3番と4番ですね、これに絞れるかと思います。で、皆さん、次はカンパニーズにザがついてますね。これを見つけることができるとうまくいきそうですね。となってくると、皆さん、選択肢 A の出だしに More than 10 companies という話がありますね。ですから、これを受けて The companies とつながっているんではなかろうか。つまり A から D の順番ですよね。というふうに考えていただきますと、正解は3番ということでよろしいかと思います。皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、文政序問題でございましたが、皆さん、注目をしたのはですね、こういったところですよね。漢詩であれば、ザ、指示語、this とかですね。まあ、もちろん、ザットとかもありますね。で、代名詞、they とか、he とか、まあ、このあたりですよね。そして、皆さん、このあたりで皆さん頑張ってですね、京都産業大学の皆さん過去問を演習するかと思いますが、皆さん、やっぱりこの大学もしっかり出ておりますので、これですよね。関西大学でもこの文政序出ておりますので、練習に最適かと思います。ですので、このあたりも皆さん踏まえながらですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。では、明日以降もよろしくお願いします。